東北楽天ゴールデンイーグルス対福岡ソフトバンクホークスのゲームを。そして打席にはラミレスが入ります。さあ追加点の欲しい場面。点は取れる時にどんどん取るべきですから。打ちます。あっと強い当たり取れない。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。ホークス1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。2対0になりました。ホークス2点リードとなりました。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。この場面打席には吉岡が入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあこの辺り引っ張った。サード取った。一塁送球アウト。ワンアウトです。ボール先行です。インコース決まりました。ファウルになります。スライダーを狙ってましたね。タイミング合ってますよ、ここはもう調子のいいボールを思い切って投げ込むだけですね。なるほど。さあどう来るか。このファウルです。見逃して三振です。試合終了。ソフトバンクホークスが相手打線を完璧に抑えて勝利。